はい。今回は、二刀夢野さんのコラボ炎上事件についてやっていきましょうか。え、コラボというのはですね、ここのウェブページありますけども、すごく簡単に説明しますと、え、生活が苦しい若い女性に対する支援をしていますというようなことをですね、歌っているような団体ですと。まあ、一見するとですね、困った人を助けるクリーンな団体に見えるんですけども、まあ、実際にですね、いろいろ調べてみますと、 不正が疑われるような情報だらけじゃないかーって言ってですね、えー、今話題になっていまして、ネット上で炎上していますので、紹介していきたいと思います。もちろんですね、中高生世代の、その10代の女性に対してですね、支援をしているということはですね、非常に素晴らしいことだと思いますけども、か陰でですね、いろいろ不正の疑惑が持たれているというようなところになりますね。えー、例えばですね、まあいろんな経費をちょろまかした、こう、税金の不正利用とかですね、まあそういったお話があるわけなんですけども、まあもちろん、ま、あ ただ疑われている段階ですので税金の不正利用疑惑という点でですねちょっと面白そうな話題でしたので、えー、このチャンネルでもですねちょこちょこ今後取り上げていきたいと思いますでちなみにですね2頭、えー、夢野さんという方は、えー、とこちらの方でして、えー、共産党と強いつながりがあるというふうに言われていますと。今回ですねいろんな情報を集めて 不正疑惑を指摘されている方がですね、こちらのひまそらあかねさんという方でして、えー、i t t e r です、こちらの Twitter ですとか、あとは YouTube チャンネルもお持ちでして、YouTube とかでですね、不正が疑われるポイントをいろいろとご紹介してくださっています。なのでですね、今回このひまそらあかねさんのですね、えー、発信をもとにですね、いろいろ紹介していきたいと思ってるんですけども、えー、まずはですね、ひまそらあかねさんが紹介してくださっていました、怪しいポイントについてですね、わかりやすい部分を抽出して、 抽して紹介していきたいと思います。ニト夢ユさん、それからコラボについてはですね、初めての動画になりますので、ちょっと簡単にですね、わかりやすいところだけ抽出していきたいと思います。まあ、これですね、山ほどあるんですよね。だからあくまでほんの一部だけ、わかりやすいところだけ、まずは、えー、紹介しますというとこですね、えー。まずこちらですね、えー。タイヤの費用についての疑惑が持たれていますと、えー、新着、一般社団法人コラボの分析、ピンクバスの謎、 コラボが頻繁に交換費用を計上のタイヤ。なぜか8年前の2014年製造と刻印。車体確認で判明っていうのでですね、こちらの車体を確認していくとですね、まあ、このタイヤですね、タイヤのその番号でですね、製造した 年がですねわかるわけなんですけどもまあこれをしっかりとですね見ていくとこう調べるとですね2014年のものじゃないかというところがですね、えー、疑われているというところになりますねでなぜですねこの2014年というところがですね問題かと言いますと、えー、このコラボという団体ですね2018年から3年間毎年タイヤを交換していますよというふうにですね都庁に申請をして 132万円ものお金をですね、国民の貴重な税金からですね、費用を受け取っていたということが疑われています。で、タイヤ購入費用で132万円もかけていてですね、いまだに2014年のタイヤを使っているっていうですね、まあどういうことなんだっていうようなですね、えー、お話なわけですよね。で、これですね、コラボが利用しているバスがあるんですけども、年にですね、十四回しか出動していないバスだというふうにですね、ひまそらあかねさんは主張をしています。 とそんなバスのタイヤをですね、毎年購入する必要があるものなのかっていうですね、まあタイヤ購入費用として計上したもの、どこに消えてしまったのかと、本当にタイヤ買ってるのかっていうのでですね、えー、指摘がされていますと。で、仮にですね、タイヤを購入する費用以外のことに使われていたのであれば、まあ税金の不正利用になるわけなので、まあこれをですね、明らかにすべきだというところでですね、えー、訴えかけているわけですよね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。 で、こちらでですね、ひまそらあかねさんがですね、えー、各年度ごとの費用について整理をしてくださっていまして、えー、車両費のところを見るとですね、もうすごい費用が毎年計上されているんですよね。まあその中にはですね、先ほどお話ししたようなタイヤ交換みたいなですね、えー、費用も入っているわけなんですけども、ちょっと見ていきますと、例えば令和元年ですね、えー、車両費っていうので、冬タイヤ12万円、 それからタイヤ交換費用6万円が計上されていますと。で、令和2年度に関してはですね、えー、冬タイヤが16万円。それからタイヤ交換費用が12万円。で、こういうふうに申請してるんですけども、実績としてはですね、なぜか84.7万円が使われていると。で、令和3年に関してはですね、えー、タイヤ交換費用が30万円。で、ドラレコで10万円を使っていますと。 で、令和4年に関してはですね、タイヤ交換費用12万円、それからラッピング修繕でですね、150万円ものお金を使っていると。まあ、このようにですね、まあ、冬タイヤに関しては2年ですけども、令和3年、令和4年の2年間は、何のタイヤだったんでしょうかねこれは冬タイヤじゃないんでしょうかねまあ、どっちなのかなま、あでもですね、いずれにせよですね、毎年のようにですね、このようにタイヤを買ってるわけですよね。 うん毎年冬タイヤを交換しては、なんか毎年捨ててるんでしょうかね。<laughs> うんで、その他の部分でもですね、ちょっと詳しいお話ですね、ひまそろあかねさんのチャンネルでしてくださっているんですけども、ま、ちょっとこの動画では省きたいと思いますので、えー、気になる方はですね、ひまそろあかねさんのチャンネルをですね、えー、ご覧いただければと思います、まあ。例えばですね、平成30年にはですね、えー、車が3台あるように見えるんですよね。駐車場台っていうので、3つの 駐車状態が。 計上されていましてでガソリン代もですね3つ、えー、3台分のですねガソリンが計上されているのでまあ、車3台あるんじゃないかなという風なことがわ、えー、かりますとただですねこれ令和元年になるとですね急に駐車場だけがですね1台になったりですとかそれなのになぜかガソリン代がですね3台分計上されていたりですとかまあ、あとはですね推測される走行距離からですね、えー、ガソリン代がなんか異様に高いんじゃないかな <laughs> ですとかあとはですね令和3年度だけですね、えー、3ヶ月 なぜかあの異様に高い駐車場代が計上されているんですけどもこれは何なんだとかですねこの時確か選挙があったんですけども共産党の候補者を応援するためにですねこういう費用税金をですね使っているんじゃないかとかですねもうそういうところがもうたくさんのい疑いがですね持たれていましてもうぐちゃぐちゃな費用計上しているわけですよね。続いいててでですすねね車両備品の項目に関してもですね怪しも怪 項目があるということが指摘されていますと、えー、こちらもですね、えー、島空茜さんが整理してくださっていましてまずですねこちら一番上の、えー、車両備品 宝と暮らすっていう風にですね、項目があるんですけども、車両備品宝と暮らすってなんだっていう風に思いますけども、これはなんなんだーっていうのでですね、ちょっとググってみますと、えー、宝と暮らすっていうホームページが出てきまして、こちらですね、宝と暮らすってですねオーガニ、オーガニックのスキンケアですとか、あとはですね、ペット用品を販売している会社なんですよ。どう見ても、えー、車に関するものなんてですね、売ってないわけですよ。<laughs> 明らかにおかしいんですよ。 ねなんか、ニト刀さんのプライベートで使うスキンケアの商品でも買ったんじゃないかということがですね、まあこういうなんか形状、費用形状しているところからですね、疑われてしまいますと、こんなところにですね、車両備品が売ってるわけがないんですけどね、うん、何か,かわり香りがするものを、えー、バスに置くためになんか買ったとかそういうことなんでしょうかね、えー、続いてですね、えー、さらに他にもですね疑、車両備品に関しては疑われるポイントがありまして、えー、続いてこちらのですね、一番 上の項目ですね、えー、車両備品ユニクロ GU って書かれてるんですよ <laughs> ユニクロ GU で車両備品2万円以上買ってますけども どんな車両備品がユニクロ GU に売ってるんでしたっけユニクロにそんなもの売ってたっけなまあ僕 GU には行ったことがないので、まあ、ユニクロには行ったことありますけど、GU には行ったことないんで、いやわかんないですけど、車両備品なんて売ってたかな <laughs> そんなものユニクロ作ってたかなとっていう話でですね、どんなものを買ってるんだと、この2万円もするものを売ってねえだろうっていうのでですね、非常になんか怪しいんじゃないかっていうのでですね、えー、このようなポイントもですね、 えー、疑いが持たれていますと。 で、この他にもですね、たくさんのいろんな疑惑が持たれていまして、えー、ひまそらあかねさんにですね、暴かれ続けているんですよね。このようにですね、もういろんな動画を <laughs> もう毎日のようにアップしてですね、えー、いろんな暴露をされているんですけども、まあ、これに対してですね、二刀、ゆめのさんの方からはですね、これをリーガルハラスメントだとかっつってですね、えー、女性を助ける事業の邪魔をするんじゃねーとかっつってですね、わざわざ弁護団まで結成してですね、指摘をしたですね、ひまそらあかねさんと戦うんですけども、これまたですね、弁護 相談もえー、ツイッターでひまわりあかね茜さんに対して誹謗中傷をしたりですとか。 他の案件でですね、仕入れたひまそらあかねさんの個人情報をですね、えー、弁護団の中でですね、共有したりですとか、弁護団にもですね、いろんな疑惑が持たれていまして、もうこの疑惑が本当であればの話なんですけども、弁護士資格、剥奪までされる恐れが出てきていまして、共産党と強いつながりが持たれている二党夢野さん、そしてその弁護団もですね、相当やばいやつらなんじゃないかっていうのでですね、今ネットがかなり炎上しているというところになってますね。 ですね、暇空あかねさんですね、これからですね、2頭夢ノさん、それからコラボと戦わないといけないので、いろんな情報をです、ね、仕入れようとするんですけども、これですね、都庁までですね情報を出したがらないというので、ですね都庁も絡んでんじゃないかというので,で、すねお前らも裏で絡んでんじゃないかというので、ですね、えー、疑惑が持たれていますと、ちょっとこちら紹介しますね、えー、これ、エコゆりっていうので、ですね小池百合子にコメントしていますと、えー、あまりにも信じられない黒のり弁当、イナグロのりパック、 控えですこちらは都庁の相違でしょうか一般社団法人法で広告義務と違反時の過料がある貸借対象表にまで控え示がかかるというのはこの控え示は一般社団法人法より優先されるということでしょうかというのでですね、えー、いろいろ資料を取り寄せてもですねもう黒塗りだらけと <laughs> 都庁としてもですねもう出したくない情報がですね山のようにあるのかもう黒塗りだらけの、えー、資料が届いたというところですね こちら、いいねしておきましょうか。で、実際の中身なんですけども、えー、都庁 DV セーフティ補助金、非開示通知の熱いとこ貼るねっていうのでですね、えー、ちょっと気になるポイントを紹介しますと、えー、退対,対象表の合計金額以外、非開示になっていますと、 事業計画書のタイトル以外、非回地になっていますと、えー、それから定管の1ページから5ページ、それから6ページの2行目以降、えー、非回地になっていますと、見れるのは6ページの1行目だけです。っていうのでですね、ゆりこ、海苔弁じゃなくて、のりパックが送られてくるが、っていうのでですね、えー、こんなですね、黒のりの資料ばっか送ってくんじゃねえよ、っていうのでですね、小池ゆりこに対して指摘をしていますと、まあ、実際にこれ、都庁の方から届いた資料ですかね、えー、このように、非回地部分っていうので、 書かれてますけどもいろんなですね情報がもう非え字だらけになってますと思うなんかいろんなつまんない言い訳をしてですね情報を出したがらないわけですよねこちらのツイートに関してもですねいいねしておきたいと思いますまあ、こうやってですね情報を隠したがるとに対してですね、えー、ネット上の声もですね少し紹介していきたいと思います、えー、まずはですねこちらのコメントですこんなんじゃとも加担してるとか コラボきっかけに他のやらかし発覚恐れてるとか疑いたくなっちゃいますよというのでですね。ま、いろんな情報をですね、隠したがってですね、出さないので、他にもですね、バレる情報があるんじゃないかというところでですね、あとはともですね、今回の事件にですね、関与してたんじゃないかと、お前ら知ってたんじゃないかというところがですね、指摘されているようですというところですね。こちらいいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。 後ろめたいところがなければ全部公開できると思うのですがどうして乗り祭りになってしまうのか都がこの件で何かしらやらかしたそれをとかでそれを隠蔽するためいずれにせよ某団体はうわうわかもしれませんね非公開の理由は都に聞いて、 うちの団体は知らんしと共弁できるしねっていうのでですね。まあ本当に出してまずい情報がないのであればですね、黒塗りにするんじゃなくてですね、きちんと全部公開しろと、一般社団法人だろうというところでですね、指摘がされていますと。まあ隠すということは何か隠蔽したいことがあるんじゃないかというところですよね。こ,こちらの方も同じような指摘をされていますと。えー、こちらもですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 下手したら、ゆり子が進めているソーラー関係も突っ込まれそうやね。そこにかなり力入れてるっぽいし、っていうのでですね。まあ、今回はですね、共産党と強いつながりがある、二党ゆめのさんのですね、コラボというですね、団体のお話になってますけども、こうやってですね、適当にですね、補助金を与えたりですとか、きちんと情報を確認していない、こういう会計の数字もですね、きちんと確認していないというところでですね、今回の事件以外にも、他にもですね、ソーラーパネル関連とか、小池ゆりこ がですね絡んでいるところにですね同じように、えー、不当にですね税金がつぎ込まれているんじゃないかと。<laughs> <laughs> そういう疑いまで持たれてるみたいですね、うん、まあそうですよねでもありそうですよねこれだけですね適当に管理してるわけですから他にもですね多分チェックできてないところとか、えー、知らないうちにですね税金が無駄に使われてたっていうことがですね多分あると思うんですよね、まあ、こちらもいいねしておきたいと思いますやっぱりですね国民の税金が使われていることなわけですからこういうのはですねきちんと正しい費用が使われているのかですとかこの金額は妥当なのかですとかきっち ぜひですねそういうところはチェックしていただきたいですよね。いや今後もですねこの飛馬空あかねさんですねまだまだネタがあるようでして、えー、毎日ですねいろんな情報を発信されていますので今後もですね面白いネタが出てくればですねどんどん紹介していきたいと思っていますとと <laughs> いうところでですね今回ですね共産党と強いつながりがあるですね二党夢野さんのですねコラボという団体のこう不正疑惑についてですねご紹介をさせていただきましたけども皆さんですねこのような不正ばかりやるですね。 共産党と強いつながりを持つ二党さんについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、ぜひですね、フォローの方お願いします。 今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。